Hazard 6.完全に車体が地面にめり込んでた気がしたけど大丈夫かな。こんにちは、ブルフォースです。ちょっとムービー見てからね、質問に入っていこうかなと思います。少々の時間、ゲームはゲームで、ね、楽しみたいと思ってる人たちがいる。ネオアンブレラって結局これしか出てこなかったね。セブンでは普通の、ね、アンブレラだったもんね、うん、まあ、ブルーアンブレラか。スーツ、スーツ、スペシフィカリデレック C. シモンズ、デレック C. シモンズ、 C. ってなんだろうね。サイモンかな。俺なんかもうサイモン大好きなんだよね。あ、バイオに出てきてないですね。行っちゃうからさ、そもそも車体がさ、地面にめり込むような危ないバス乗ってんだから、どうなるかってなんとなくオチ見えたでしょう。さあ、やばいよ、やばいよ、やばいよ。前回のパートで弾丸打ち尽くしちゃったからやばいよ。どうなるかな。ハンドガンの弾ね、結構打ち尽くしちゃったんですよね。あの空きスペース作りたいからっていう理由だったんですけど、とりあえず自分にね、向かってくるゾンビを適当に撃つと、なんかこんな映画のシーンなかった。撃てててててて、あ、壊れてる壊れてる、あ、痛い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 、結局全然あれじゃん。痛い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 、これナイフ切った方がいいんじゃないか。これこれちょっとゾンビの人がですね。あ、なんか来た。トラック、これあれだね、バイオ2に出てくるあのトラックのうんちゃよりも危ない状況だよね。うわー、マトリックス、さりげなくおっぱい。まあでも多分ボリューミーだよね、ヘレナね。うん、多分あんまりあの男性経験少ないだろうから、多分ね、揉まれ慣れなさすぎて、まあ多少ちょっと硬いかもしれないね。うん、ほら筋肉ってほぐせばほぐすほどさ、あの柔らかくなる。パイパイは脂肪なんだけどさ、すげえな、バスは燃えてるのに人全然燃えてねえぞ。まあ、死体チラッと見えたけど、ほら全然黒くなってないしね。うん、まあそんな話もしつつ、はい。じゃあシーンも終わりましたんで、弾の補充をしたら教会に行くところまでが今回のパートになるかな。うん、と思いますね。何も切り替えられない。あ、whatever reason we're still alive。 死体が消えてる。バイオってホラーだったんだねっていう、まあアホな話をしつつ、46発しかない。ちょっと待って、アイテムは、そうなんだな、これハーブ全然ないよね。大学で見つけて以来ハーブないけど、あれ本当にない。まあ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 、いいんですけどね。はい、じゃあちょっと行く前に質問ですね。はい、質問じゃなかった。何かおすすめの映画を教えてください。びっくりした、ゾンビ来てるし。墓場ゾンビってやつかな。あ、ちょちょ待って、お前避けるんかい、ヘルナ。あー、ちょ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 、どこ行った、あ、いた。あー、おすすめな映画を教える前にもうなんか映画のような演出でもゾンビが群がってきたから、もうドッキリしてしんどい。びっくりした、いきなり焦るよね、ほんと。うん、まあまあそんな話もしつつ、そうですね。映画は割とまあ、いって、なんで？カウンターのアクションが出なかった。ムカつく。だから、ゴーン。うん。おすすめ映画か。まあ、いろいろあるな。これ喋ってる間にも境界ついちゃうそうな感じはするんですけども、サクサクっとお話しした方が良さげですよね。むず。なんだなんだなんだ。
むずっ。でもおー、ちょっと待って、めっちゃ来てるやんゾンビ、びっくりした。あー助かった、めっちゃゾンビ来てたわ、焦ったわ。まあそうだな、絞った方がいいよね。だからそういう意味だと、あ、だからなんでなんでアクションカウンター出ないの、ちょっと早いのか、もうちょっと待つべきか。なるほどな、これ一回死んだ方がいい、死んだ方がいいようで良くないようで。じゃあごめんなさい、もう結局襲ってくれないんかい。ちょっと人生観を変えてくれたっていう意味での映画をご案内すると、まあ人生相談なんでね、うん、楽しかったよとかね、良かったよレベルじゃなくって、人生観を変えてくれたっていう意味でゲームの話をすると、ゲームじゃない、ゲームじゃねえよ、ゲームじゃなくて、なんでだよ、もうなんかもう散々だわ本当に。エレナがすごいいいやつに見えてきた、谷間最高っていう、そんな話じゃなくて全然映画の話できんやん。人生観変えてくれたっていうゲームでいくとね、2つ、お話しすると、1つはペイフォワードで、もう一つが、イエスマンっていう映画ですね。この二つは、僕の人生観変えてくれましたね。ペイフォワードっていう映画を見たこともあったから、コーチングっていうのをやりたいなっていうふうに思って、まあ、コーチング真剣に勉強して、まあ、10年、大学生の頃から、もう真剣にね、10年くらいね、ずっと、お客さん取ってやったりとかしてるんですけど、で、まあ、まず、ペイフォワードから、どんな映画なのかっていう話を紹介すると、主人公は中学生だったかな？向こうで行くと7年生、8年生みたいな言い方をするんですけど、確か中学生くらいの男の子が主人公で、AI とか、シックスセンスにも出てきてる女の子、あ、名前忘れちゃったな、主人公の名前、うん、がいるんですけど、その子の、母親っていうのが、アルコール依存症の女の子、の女性で、で、まあ、お父さんがいます。もう、なんか暴力振りまくる最低な親父がいます、みたいな、のがいるんですけど、どうしようかな。っていうのが一人いるんですけど、まあまあ、そんな親父が5つで、違う。で、その男の子の元に、新しくね、まあ、社会科の先生が来たんですよ。その社会科の先生が、なんか課題で、なんかアイディアを考えてきてね、みたいなことを言ったときに、その男の子が、ペイフォワードっていう考え方を全然当たれへん。全然当たれへん。なんか、アイディア、人の助けになるアイディアを考えなさい、みたいなことを、言ったんですよね。その時に思いついたのが、本当に嫌。ペイフォワードっていう考え方だったんですよ。で、具体的に何かっていうと、一人が、三人に親切をしなさいと。で、その親切を、また、別の三人に親切をしなさいと。だから、1人が親切したら3人に行きますよね。で、3人に親切したら今度また別の3人なんで、3×3 で9で、9人に親切したら今度また別の、その9人の人たちは3人に親切しなさいと。そしたら 9×3 で27、どんどんゾンビ出てくるね、で27で27、28みたいな感じで、どん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 その親切の架け橋っていうのを増やしていきましょうみたいな、そういう話なんですよね。これがペイフォワード。だから通常そのペイ恩返しと呼ばれるもの。これ日本、ペイフォワードって日本語に直すと、ペイ、
恩送りっていう意味合いなんですよね。で、ペイで恩返しっていうのがそのペイバックっていう意味なんですけど、だから恩を返してもらうんじゃなくて、与えた恩をその恩を与えてくれた人にそのまま返すんじゃなくて別の人にあげてくださいみたいな、そういう話だったりするんですよね。で、まあちょっと映画としては衝撃的な最後を迎えることになるんですけど、うん、その恩をもらったら普通は返そう返そうってみんな頑張るじゃないですか。でも僕もコーチとかバスケットのコーチとかやってた時にそのペイフォワードっていう考え方があったんで、ペイフォワードっていう考え方があったんで、そのバスケットを教えてあげることでその成長した教え子たちっていうのを恩を返してほしいじゃなくて、じゃあ君たちが僕にその恩を感じるのであれば、返すんじゃなくて、後輩たちとか、また別の、大学に入った時とかに、その恩をしっかりと返してやってくれ。あいってぇな、なんでだろら。赤か、切れちゃダメ。stay calm. stay calm. okay. っていうような教えを、まあ言ってたんですよね。感謝なんかいらないと、僕に感謝する時間があるんだったら、もっと、バスケの練習をしろとか、他の人たちに恩を伝えなさいみたいなことをずっと言い続けてたんですけど、はい、まあ、ペイフォワードの考え方があったからなんですよね。で、まあ、それのおかげで、まあ、結局は、感謝って返ってくるんですけど、でも、なんか、人がやっぱり、なんか、恩を送って、いろいろとね、生活していく中で、本当に親切をすること自体も、気持ちいいじゃないですか。なんか返してもらうこと以上に人に親切することの方がはるかに、おお、いたのかよ、びっくりした。気持ちいいんですよね。うん。だから人のために人のために生きると人間は幸福になれるっていうのはそういう意味だったりもするんですけど、うん、だからそういう意味ではペイフォワードっていうのは僕は人生観を変えてくれた。だから人に恩を与えます。人になんかできることで恩をどん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 与えていきます。で、その恩をまた別の人に与えてくださいと。そしたら幸せの輪っていうのがどんどん広がっていく。まあ、輪じゃないな。まあ、幸せの綱というべきなのかどうかわかんないですけど、が広がっていくようにっていうことを考えて、ペイフォワードっていう考え方はすごく大事にしたいなっていうふうに思いましたね。うん。これがどんどん、これに関してはどんどん本当に広まったらいいのになっていうふうに心の底から思いますけどね。うん。ペイフォワードっていう考え方はね、マジで、マジで、マジで。うん。まあ、ちょっと映画はね、大きな声では言えないんですけど、まあちょっと、そんなにいいハッピーエンドではない。ただまあ、その主人公の子がやってきたことは確実に意味のあったことだっていう、まあ、オチではあるんですけど、うん。まあ、ぜひね、人間関係とかに悩まれている方に関しては、一度、その映画を見てね、勉強してみられ、勉強っていうか、まあ、なんだろうな、自分の人生の指針、何のために生きたらいいのかなっていうことを悩まれている方、もしいらっしゃったとしたら、ぜひその、フェイクワードっていう、お、やべ、っていうのは、一度見てみてもいいと思いますよ。全然こいつ、ショットガンで吹っ飛ばない。どんな、カッチカチな犬やね。びっくりしたわ。ここで一個もったいないけど、いやまだいいか、アーブも結構あるしね、うん、と思いますね。さてさて、入口まで持ってきちゃった。うん、なんかもう14分経っちゃったよ。やばいね、急がないと、こいつら相手にしてらんない。行こう行こう。さてさて、じゃあ続いてなんですけど、質問じゃなくて、もう一個の映画ね、もうこれ多分映画の話するだけで今回終わりそうだな。まあそういう回もあっていいか。たまにはね、人生相談って言いながらの雑談会。やっぱ全然伝わってないと思うんだよね、ペイフォワードね。ペイフォワード小説もあるんですよ。小説の方がまあ結構細かく読めるけど、まあダイジェストで見るんだったら間違いなく2時間なんで映画の方がおすすめはおすすめですね。うん。まあ、ペイフォワード、恩送りっていう言葉をね、ぜひ、皆さん、調べてみていただけたらなというふうに思います。めっちゃ走ってきたわ、ヘルナ。
ただこっから一人なんでね。あ、やっぱ使っとくか。もし死んだ、あ、まあいいか。死んだら死んだらいいかな。うん。もう一つは、イエスマンって言って、ジム・キャリーっていうね、あのアメリカのコメディ俳優さんがいるんですよ。うん、はい、うん。で、そのコメディ俳優さんが主人公なんですけど、スタートとしては、奥さんと別れたばっかりで、まあ、人生あのどん底にいる時みたいな感じだったんですけど、そんな時に、まあ、まあ、人生ショックを受けているっていうことから、もうなんかもう人生終わりだみたいな感じで、どんなね誘いを受けても全然ね、全部断る、まあ、ノー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 ばっかり言うような人だったんですよ。ところが、とある、まあ、セミナーに参加をしたことがきっかけで、もうイエスしか言えないみたいな。うん、もうイエスしかお前言うなみたいなことを言われたんですよ。で、その、あーやばい、これはまずいかもしれないね。そう。で、イエスしか言えませんみたいな。あ、助かった。イエスしか言っちゃダメですよみたいなセミナーに参加したことによって、もう本当にイエスしか言わないと、うん、何を誘われても、夜中に急に飲みに誘われてもイエス行くよみたいな、うん、で、ホームレスにお金を貸してって言われてもそれもイエスと、見ず知らずですよ、帰ってくるかもどうかも分かんないですよ、帰ってくるどころかもうただ単に与えるだけだからね、絶対ね、お金あげただけ損じゃないですか。ね、電池が切れるまで携帯電話貸してあげるとか、うん。で、そんなこんなでイエスイエスって言いまくってたら、本当はやりたいことなのに自分に嘘をついて、要はな、ノーを言い続けることによって、なんて言ったらいいだろう。心に嘘をついて、お前自身縛られてたんじゃないか、みたいなね。で、おうちにたどり着くと。でイエスって言い続けてたことによって人生がいろいろと切り開かれていって、で素晴らしいね、人との出会いだったりとか、素晴らしい人との出会いだったりとかも、素晴らしい経験体験をするきっかけっていうのを得られることができるようになったという、そういうお話だったりするんですよね。だからなんだろうな、いろいろ人間ってさ、難癖つけて、なんか理由をつけてさ、やらないようにやらないようにってするじゃないですか。でも、とりあえず何でもいいから、最初は、イエス、イエスっていう風に引き受けて、いろいろとね、始めてみるっていうような経験を一回してみると、なんか案外ね、人間ってさ、その行動してみたら、あ、こんなことができた、あんなことができたとかっていう風に、結構、なんか思っても見なかった発見とかね、成長とかを得られる機会っていうのは増えていくんですよ。それをなんか難癖つけて、食わず嫌いみたいにやらない理由だけをつけていってしまって、結局ね、本当は自分が成長するチャンスとか、お金を稼ぐチャンスとか、いろんなチャンスを得られるかもしれないのに、自分でその機会っていうのを奪ってしまっているみたいな。だから僕も、なんか最近、ちょっと、うまくいかないなとかね、人生、ちょっとつまんないなとか、全然、同じ毎日過ごしてつまらないなみたいな風になってしまってる時なんかっていうのは、そのイエスマンっていう映画を見て、あ、もっと自分の、なんか決断とかっていうのを、なんか、ごちゃ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 考える前に、もっと軽く、もっと軽くして、で、とりあえずやってみようみたいなことをこう毎回思わされるっていう、そんなところですね。うん、人間はまあやらない理由とね、できないことをの言い訳を言うのにすごく長けている生き物なんでね。うん、なんだ、ああ思った。うん、だからね、もし自分がね、なんか何かに挑戦したいけど全然その挑戦ができてないなとか、いろいろと言い訳ばっかりで、何もチャレンジしてないなっていう風に思われる方がいらっしゃったとしたら、ぜひねイエスマンっていう映画を見ることで、イエス、
まあ何でもかんでもイエスっていうこと、とりあえず何でもかんでもイエス、本当に本当バカみたいにイエスっていうことをすることによって、まああの人生が切り開かれていくっていうことを、まあまずは映画であの見てみていただいて、で自分の人生で今度それを試してみて体感して、で人生切り開かれていくっていうのをなんか肌で感じてもらえたらなっていうふうに思いますね。うん、僕がねやっぱりね、あのいろいろとねイエスイエスって言ってね、あのやらしてくださいやりますとかっていうふうに言ったことで、まあなんだろうな、なんか社長、取引先の社長からすごく気に入られたりとか、会社でも最年少でとある資格をもらえ、その社内の資格だけどねをもらえたりとか、あの一番稼げるポジションをね、任せてもらったりとかっていうような、まあ、なんだかんだで好転してた時期があったんで、まあ、そこをね、ちょっとでもなんか嫌そうな顔してしまったら、やっぱ人間っていうのはあのチャンスを逃してしまうことにもつながりかねないので、まあ、そういう意味ではイエスマンっていうのはどんどんね、イエスマンになって、たとえ最初は嫌だなって思うことがあったとしても、今更そのセリフ言うのか、イエスイエスイエスっていうことによって、今まで経験してみなかった、経験しなかったこと、体験しなかったことっていうのをチャレンジしてみるっていうのはすごくいいかなと思いますね。間違えた。さ、じゃあ、ここの中に入るところ、ちょっと長くなってきたけど、まあ、この中に入るところまでを最後ね、やっていこうか。うん。あと5分くらいかな。なんかいるの？まあいいや、とりあえずアイテムだけ拾っちゃおう。なるほどね。いってー、届くんかよ。ならこっちだって負けねえぞ。まあいいや、こちらこれねえし、相手にしない相手にしない。ショットが意外と少ないね。ちなみにね、イエスマンの映画が好きすぎて、イエスマンのあのとある舞台があるんですよ。とある舞台のが、まあロサンゼルスが舞台なんだけど、その中でグリフィス天文台って言って、例えばそのターミネーターとか、ララランドとかの映画の舞台にもなっているところがあるんですけど、あまりにも好きすぎてね、ロサンゼルスに一人で旅行った時に、そこに一日いたっていうくらい好きでしたね。マジでマジで。そのくらい映画が好きすぎて、その映画が好きすぎてね。うわ、あーやばい、近すぎたか。こんな時に金かよっていうね、誰だよ鳴らしたやつって、犯人お前かみたいな。そう、 Get ready. Here comes company. 誰か応援してくれないかねって。あ、待って、あ、やった、帰った。おお、来たね。降りた瞬間がお前らの終わりだ。ドンドン、あー、いったー。なんでまた食らったのかよ。すげえ飛んだ。あ、いった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 。グリフィス天文台ね、すごいいい、面白いところでした、グリフィス天文台マジで。うん、燃えろ。えってー、お前いんのかい、いたのかよ。我いたんかい。おー、痛い。あー、死んでる。やっとかよ。助けて助けて、誰か。とりあえず燃やす。腰抜けばかりじゃないらしいな。あ、その通り、本当に。あのね、キーボード操作の何が難しいってね、あのとっさの時にね、ボタンを間違える可能性っていうのが非常に高いっていう。ご褒美プレイ。あれ、なんか、なんちゅうところでアイテムがあってみたいな。うん。大丈夫かな。いや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 、アクロバットやな、すごいな。空中で方向変えれるって、なんか武空術みたいな感じだよね。とりあえず燃やす。お前いたんかい。なんか
しれっとダメージ食らってる気がする。よし、オッケー。 Alright, alright. Get your asses in here. 字幕が出てないよ。とりあえずでも入る？もう入る？入っちゃう？でもな、こいつらがいる中で入るのはな、ちょっとな、信じてな、あれなんだよな。おすすめ映画か。でも個人的にそうだな、あと面白いなと思う。あ、まあでもジム・キャリーの映画は基本的にいろいろと作品見てほしいなとは思いますよ、本当に。うん。個人的に好きな、その、例えばブルース・オールマイティとかね。だから、そうなんですよ、そうなんですけど、こいつらがいる中で、OK、Come on, get inside, hurry! Move it! OK、なんとかクリアした。そう、ブルース・オールマイティね、神様の力を手に入れると。で、神様の力を手に入れたらどうなるかっていうと、美人のスカートをめくってパンツを見ることができたりとか、スプーンがない時に口からスプーンを生やしたりとかって、とにかくやりたいこと、したいことっていうのが何でもできるような、感じになるんですよね。でも、やっぱり人の心までは手に入れることができない。それは神様でも無理ですって、ジーニーみたいに好きな願い叶えられるっていう力を手に入れたとしても、叶えられないみたいなね。うん。っていうような、本当のにあなたが欲しいものは、あなた自身の力で手に入れなきゃいけませんよ、みたいなものとか、あとマスクとか、なんだっけな、トゥルーマンションとかね、うん、そういうのがあったりとかするんですけど、うん、だからジム・キャリーの映画は、ヒューマン映画としては非常におすすめだったりします。はい。まあ、ちょっとなんかね、今回は、結構いろいろとグダグダーっと喋ってしまったんで、おすすめの映画っていうのが果たして、ああ、見てみたいなって思えるほどの内容で紹介できたかっていうと、ぶっちゃけ、僕自身が喋ってて微妙だなって思うところはあるんですけど、まあそんな感じでおすすめの映画はイエスマンと、それから、ブルース・オールマイティじゃない！なんだっけ。おすすめの映画忘れるって最低だな。イエスマンとペイフォワード、この二つ、これは間違いなくおすすめなんで、ぜひ見ていただけたらと思いますんで、ね、時間があるという時には、まあ、年明けてね、そろそろ3連休に入る頃かと思うんですけど、この動画アップする頃には、うん、3連休の頃ね、ぜひ見ていただけたらと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。30分近く喋ったね。はい。次回からちゃんとね、見てたら、質問ちゃんと来てるみたいなので、それに答えていきたいと思います。では、次回お会いしましょう。またバイバイ。